さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。今日は奈良公園の浮見堂のあたりをお散歩しています。今日はね、今夕方なんですけど、これから母と夕ご飯に行くの で、今日はね、着物で出てきました。こんな感じ見えるかな。で、すごく景色が綺麗な浮見堂を自分のビデオにも収めたくて来たんですけど、なんかあそこに鹿のハーレムがあって可愛いので、見て、すっごい可愛い。そしてあれが浮見堂です。ちょっとここから歩いていきますね。もう浮見堂はだいたい近鉄奈良駅から歩いて20分ぐらいでしょうか。ちょっとここに地図があるので見ていってみましょう。近鉄の奈良駅がこの辺りで、ここから公園の中を歩いてきて、今ここですね。じゃあ浮見堂で、この時間すごく綺麗、いい感じですね。リフレクションが見えるかな。ちょっと一周回りましょう。ちなみにこちら、その辺りとかにね、江戸さんっていう美味しいお店があります。旅館なんですけど、すき焼きとかね、美味しいご飯があります。ここは夜もライトアップしていて綺麗で、しかも少し東大寺とか興福寺から少しだけ観光ルートから外れてるせいもあって、いつ来ても静かで雰囲気がいいですね。とても綺麗。いい感じですね。鹿ちゃんがいる。見えますか？かわいい。こういうところにいる鹿ちゃんはね、恥ずかしがり屋で怖がりだからかわいいんですよね。おとなしくて。浮見堂です。今目の前にあるのがこの浮見堂で、こちらに行くと博物館や奈良の駅があります。ここら辺ね、全部ね、桜の木なので、春になると桜が咲いて綺麗です。
この辺り起伏が激しくて、こう階段登ったり降りたりで車椅子で来るのは大変なんですけど、この辺り少し行ったところにはね、梅の林とかもあっていいところです。じゃあ、ね、あそこの浮見堂まで歩いて行ってみます。綺麗と、ちょっとこれだと逆光でうまく映んないかもしれないですね。あ、ドローンで撮影してる。じゃあちょっとうるさいよ。こんな感じ。ないでしょう。とりあえず来てみましょう。外から見た方が綺麗かもね、浮き見堂に。何気にね、まあ、とりあえず来たので一周回ってみます。こんな感じ。下は本当に木でできてます。こんな感じ。賑やかですね。すごい、空のリフレクションがとっても綺麗。このくらいの時間の方が多いな。綺麗ですね。というわけで、浮見堂の夕暮れ時の浮見堂でした。